皆さんこんにちは、ペソでございます。今日もですね、三国志11のパープキットの決戦制覇モードをやっていきたいと思います。で、今回はこちらですね、長範藩の戦い行きましょう。圧倒的な兵力を誇る曹操軍の追撃を逃れ、効果を目指して長範を走る劉備軍の戦い。曹操軍の猛攻をしのぎ、何としても関心まで逃げ延びようと、劉備軍の命運は張飛と張温の活躍にかかっているということですね。曹操軍の追撃は激しく、このままでは関心につく前にいずれ追いつかれようと。孔明、何か策はないかと。ふむ、そうですな。まずは孔明にこだわるのをやめましょう。曹操の目標は第一に慶州の確保、ゆえに孔明を餌に曹操の注意を二分させ、我が軍は全力で関心へ向かうのですと。ふむ、分かった。それで関心へ着いた後はどうすると。孔家の劉備殿と攻撃しましょう。水上に展開できれば曹操とて無理な追撃はできませんと。今頃は先行した関羽殿と孫権、孫寛さんとも言いますね、孫寛さんの方がいいかな、孫寛殿が話をつけていると思いますが、しかし2人から未だ何の連絡もないのが気がかりだと。孔明、そなたも念のため孔家へ行ってはくれぬかと。わかりました。では劉邦殿を護衛としてお借りします。劉備様、関心でお会いしましょう。では者ども、今より関心へ向かうぞ。あと少しだ、頑張ってくれ。も申し上げますと、曹操軍のお手が現れましたと。何部隊、8部隊ぐらいいるかこれで。全軍進め、今日こそ劉備を討ち取るのだ。おえおえーっとね酒飲んだ後みたいですけどね良いか者ども、必ず生きよ、生きて関心まで駆け抜けよ。全軍続け。奥方様と若君の姿が見えると、劉備様にご家族を預かりながら、何たる深く我が命に変えても見つけ出せねば。はい、ということで、いつものようにね、北側を向けて、チョンさん、ここか。じゃあここにちょっと待機しましょう。はい、で、はで、こっちでちょっと櫓をね、せー燃えん、あ、燃えた燃えた燃えた、よしよし、は破壊せよ。ダメージを与えとけばね、多少は攻撃が、やっぱり少ないね。消せ消せ攻撃。900Lのでかい。我に続け。おお疲れた。これでも食らえ。おーおーおーおお、この辺りにもおらぬかとね、奥方様、若君、どうかご無事でいてくだされと。諸君お待ちくださいませと。む、誰だ。奥方様の護衛の者でございます。うガーッとね、だいぶ傷ついてるんですね。奥方様は民の一軍とあちらに、あ、これですね、美子さんは我らが力及ばぬために孤立してしまいましたということでしょうね。お許しくださいと言いたいところだけど、お許しくごぼっとね。もうよい、それ以上は喋るな。お前たちは十分に戦ったのだ。この後はこの張温に任せておけと。あ、安心しましたとね。
チョン様、奥方様と若君頼み、ここまでね、言って果てるかもしれないですけどね、必ず救ってみせる約束だ。奥方様、若君、長子流、いざ参りますと申し上げます。趙雲将軍が、曹操軍へ向かいました。願いたやもしれませんと。バカなことを申すな。趙雲は、鉄石の心を持つ男、裏切るなど断じてない。つまらぬことを申す前に少しでも早く走れと。はい、ということで、お呼びで、まあ、接触すればね、イベント発生なので、何なりと。ちょっとかくらん、うん、83枚がいけるでしょ。どうだ。はい、で前進、うん、で次はお呼びで。破壊せよ。かかった。うん、で、うん、51%。これでどうだ。よしよし、うん、で、チョイさんはちょっとこれを破壊しておきます。叩き壊せ。まあ一発は無理やろうけどね、うん、うん、遅くなりました。奥方様、若君、ご無事でしたかと、ね、おう、趙雲殿、このような目に遭わせてしまったのはひとえにそれがしの罪です。申し訳ございませぬ。趙雲殿、顔をお上げください。こうして貴公は間に合ってくれました。どうして罪がありましょうと。もし貴公が罪を感じるのであれば、一刻も早くこの方劉備様のところへ連れて行くのですと。私にはそれだけで十分ですと。承知いたしました。ではそれがしが敵陣を突破しますゆえ、奥方様は我が馬をお使いくださいと。それはできません。私がいては趙雲殿の足手まといになるだけですと。私のことは捨ておき、一刻も早くこの子を劉備様のもとへ連れて行くのですと。何を仰せられますかとね。あ、仰せられますかですね。ごめんなさい。奥方様一人置いて立ち去ることなどできませんと。敵が近づいております。奥方様、すぐに参りましょう。今馬を引いて参りますと。趙雲殿、最後に間に合ってくれたのが貴公でよかったと。趙雲殿、その子、後様を頼みますと。お、奥方様とね、なんということだ。井戸に身を投げられるとは。かくなる上はこの趙子流、すべきことはただ一つ、後様。かわいいっすねこれが後の濁になるとはとて思えないですけどね、しばらく我慢してください。すぐに劉備様のところへお連れいたしますと。行くぞ曹操軍、止められるものなら止めてみよう。うわーねえ、あれは我が軍を人泣きがごとく突っ切り縦横無尽にかけているだと。えい、誰かあれが何者かわかるかと。あ、あれは趙雲、定山の趙子流ですと。あれが趙子流、噂に違うの見事な武者ぶりだ。あれこそ一世の故障ぞ。者ども、何としても趙雲を生け取ってこい。弓などを追いかけるではないぞと。は、生け取り、あ、あれほどのものを生け取りですか。わ、分かりました。ダメです。曹操様、とても捕らえられませんと。かえって我が軍が混乱を始めました。ムームームー、出ました、ムームームーですね我ながら、あ、で我じゃない、敵ながらあっぱれな男だとね。我が軍100万を短期で粉砕するとはなと。ということで、ビシさんがね、お亡くなりになりまして、敵が混乱しちゃうよと。
で次はね、劉備さんの結露を開くの で, でまず寛平ちゃんでこいつを破壊せよ。でこれでどうだ。そうするとこの矢倉が一発で壊れるので、うん、その間に劉備さんは遅れるな。ちゃいます。で同時に失敗してるわ。これは、ちょっと寛平ちゃんの方を叩き壊せ。通りやすくするためですね。で、チョンさんはここまで行きます。そうするとカフォンさんとの一騎打ちがこの後、ターン終了後に発生しますね。そこの大将待て、この加工音が相手になってやると。邪魔だ、そこのけとね。今それがしを阻もうとする者は何人たりとも容赦せんと、ほざけと。たまにね、一発で終わる時あるんですけどね。どうかな、なかった。さあここはもう投資重視でいいので、そうね、防御か。今度は2発たまる。理想たまった。よし、行きましょう。うわりゃー、もう一丁。うわりゃこの剣は、これは成功の剣とね、これは拾いものだ、この剣さえあればいけると。で結構ね回復しちゃうんで、ああ戦かったね、よかった。なんなりと急ぐぞ。うん、で劉備さんは関心こっちやからね、こうやって当たらんね。遅れるな。お呼びで。おう。進め。お呼びで。進め。お呼びで。進軍開始。はい。で全員回復してきたと。おえ、おえとね、今の劉備は亀の中の魚、罠にかかったトラも同然ぞとね、ここで捕らえねば魚を海に放ち、トラを山へ返すというもの、おのおの力の限り、おえと。そこまでだね、ゲッカンウ。行くぞ、そうそう、その首カンウン長がもらい受ける。これも諸葛亮の罠か。えい、ひるむな、追撃の手を緩めるでないぞと。はい、ということで、お呼びで。ここ当たんないね。戦車。で、長飛さんここにね、立たせるのがイベントが発生するんで、カオンさんもちょっと、一緒に結露開きます。ここは攻めかかれ。うむ、打ち壊せ。は前進。は急ぐぞ。おい、お前らってね、馬の尾に木の枝をくぐって林の中を駆け回っているよと。そこに隠れて少しでも曹操軍の奴らに兵を多く見せかけとけ。はして張飛様、俺様は橋の上で踏ん張る特等席だとね。誰にも譲る気はねえ。曹操軍本隊来ます。しゃー、
った。我こそはエンジン超飛なり、相手になるやつはいるかと。く、超飛か。曹操様、お下がりくださいとね。あの男の胆力、尋常ではございませんと。オラオラ、どうした？我こそは龍玄徳が来て、超飛なり。誰でもいいから勝負しやがれ。相手は一人ではないか。曹操軍を舐めるな。ザクッとね、ガッ、化け物。ザコが、お前らごとき何人かかってこようと相手ではないと。これが張飛、やつの本分か。関羽の話以上の男だったか。うむ、む、あれは。あの草むらの武器、福山で用意しているとは、力押しでは分が悪いな。さあさあ、曹操さんよ。千の将、万の兵を従えて、それでもなお何を惑わってやがるとね。戦うのか戦わねえのか、それとも逃げて失せるのか、とっとと決めやがれ。ね、く、者ども引け引けと。そう、曹操様に続け。ああ、あれは化け物だということで、またね、混乱しちゃうんで。へ、ざまみやがれ、やつら慌くてやがらとね。よし、お前ら林から出て部隊をまとめろと。兄ちゃんを守りきるぞと。はい、ということで、これでもう撃て開きますので、開いた。はっ、進軍お呼びで。前進何なりと。進軍、うん、ね、デュービーさんちょっと一旦待ちます。前進、イベントあったかなこれね。あ、そっか、あそこあったのね。はっ、速度はっ、全速前進お呼びで。進軍開始。あ、ないね。あ、じゃあもう入りましょう。よし、よし、これで終わり。どうにかここまで生き延びられたようだなとね。あの船団は、おじうえ、一別以来でございます。おじうえが曹操めに追われていると聞き、急ぎお迎えに参りましたと。龍騎さんやね。龍騎さんはご無事で何よりですと。おお、龍騎殿、それに孔明も一緒か。では話はまとまったのだなと。はい、龍騎殿は快く協力を約束してくださいましたと。また合わせて、過去の軍勢も確保しておきました。これで曹操の攻勢もしのげましょうと。相変わらず楽しい限りだな孔明。ではおじゅえ、まずは甲賀までおいでください。兵馬を整える必要がありますと。うむ、これから共に力を合わせて曹操と戦っていきましょうと。はい、ということで、次はこれだね。南軍争奪戦というところに入っていきますね。高陵および攘夷を陥落させるということですけどね。まあ結構、面白い、ね、戦いが続いていくと思いますけどね。また続きは次回にしたいと思います。では今回もね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回です。さよなら。